いらんからくて。今回は北海道弁を音声付きで紹介、できるだけリアルをお届けしたいと思っているぞ。私が標準語で話すわよ。それでは行ってみよう。おばんです、おばんです。こんばんは。若者は言わないかもね。お盆じゃないよ、おばんだよ。はいはい。わや、わやだわ。マジでこいつわや、むちゃくちゃだね。この人やばいね。結構頻繁に使われる方言の一つなの、わやだね。けっぱるぞ。ふん、けっぱるけっぱる。頑張るぞ。よし、頑張るぞ。若者は言わないかもなの、もっとけっぱれ。しゃっこい、おててがしゃっこいぞ。よいしょ。冷たい、冷たいな。北海道の冬は寒いしね、使う頻度も多いよね。おっちゃんこ、疲れたからおっちゃんこするぞ。座る。大人が子供に使ったりする、おっちゃんこしなさい、的なね。なして、なしてさ。どうして、どうしてなの。これもポピュラーな方言、ダサさがたまらない。ゆるくないね、ゆるくない。きついよ、つらいよ。なかなかのハイレベルな方言だね。怖い、ゲホッゲホ、怖い。だるいよ、つらいよ、しんどいよ。怖いは共通なんだけどね、難しいね。半角臭い、バカらしい、アホらしい。半角臭い、どんな匂い、あまり言われたくないね。みったくないね。みっともないね。歩きタバコよくないね、みったくない。ニュアンスは伝わるわね。どんか、同級生、あいつと俺どんかなんだよね、的な。いかないね。万博、気が強いって。大人にも使うけど子供に使う方が多いかもね。ぼっこ、おう、古ぼっこのぼっこじゃないよ。ぼっこ使用率は結構高いと思うよ。そだね、そうだね。カーリングで有名になった、そだね。意味は伝わりやすいね。おだってるね、おだちすぎ。ふざけてるね、調子に乗ってるね。これもポピュラーな言葉だね。おがった、おがったね。大きくなったね、成長したね。太ったにもおがった使うね。だはんこくな、だはんこくなよ。だだをこねるな、泣いてだだをこねるな。欲しいものを買ってくれなくて泣く子供に使うのが正解。ルイベにするべ、鮭ルイベにするべ。凍った鮭のお刺身、北海道では凍ったまま冷たいお刺身にお醤油つけて食べることを言うよ。手袋を履く、寒いから履いたぞ。手袋をつける、靴下も履く、手袋も履く、何でも履くんだね。したっけ。さようなら、それではね。道民はしたっけだけで挨拶になるよ。ほんの少しの紹介だけど、どれも道民の味のある方言、覚えて使ってみて。したっけ、またね。